はいどうも、おじさんです。こちら水売りダーバさんで参りました。EXIT33 となっております。出て中道入ってきてください。はい、ということでトラックタイヤレッカーサービスもございます。417-548-7712。はい、でこちらレストランとなっております。あ、皆さんプライムフローラーの払い下げトレーラーが使われてます。影が残ってるということで行ってみましょう。食べます、カレー、カレータイム。はい、ちょっと今バック取り行きます。あっち、ふっ、落ちてないです。大丈夫、やってるかな。もう3時だから閉まっちゃったりして。じゃあ入ってみましょう。エクスキューズね。いや、Thank you。 お、皆さん、ヒンドゥー書いてます。英語通じるかな、通じるか。First time here. Yeah, so. お店の感じはこんな感じになっております。じゃん。なんかここがダイニングエリアで。なんかそこでオーダーするで、お手洗いがあって、なんかカジノみたいなのありますね。カジノ付き、奥に洒落てます。結構頼みました。なんかね、チキンビリヤーニっていうのは知ってる。なんかね、ドライカレーみたいなやつ確かと、ロッティインディアンブレッドみたいな、薄っぺらいパンみたいな、あとはティーとコーヒーで、合計で税込みで$26.66です。はい、そうなっております。ふぅ、どうも。楽しみ、お腹すいた。なんか景色はこんな感じ、いい景色が流れております。あの44映ってますか。ちょっと感度オーバーエクスポージャーだと思うんですけど、マットです。大丈夫かな、直射日光にさらされて。ちょっと心配してます。1時間ぐらい大丈夫か。なんかおじさん体調悪いんですけど食欲はあるんですよ。どういうことなんですかね。あ、普通食欲あります。なんだろうな、胃潰瘍かな、わかんない。
い、どうもおじさんです。お疲れ様です。できました。どっちがどっちだろう。まずちょっと飲んでみます。こっちコーヒーっぽい。あ、こっちティー。すごい暑そう。多分すごい暑いと思う。美味しい。なんかね、ジャスミンみたいな感じで甘くて。甘くてジャスミン系みたいな程よい香りが漂ってて、すごい熱くて美味しいです。やっぱ暑い時は暑いお茶ね。こっちコーヒー飲めない。熱くてちょっと後で飲みます。じゃじゃん。できました。これがそのロッティ。これロッティ。これビリヤニ。お、重い。じゃじゃん。おお、美味しそう。これがそれね。おお、こんな感じ。おお、美味しそうじゃないですか。取ります。じゃん、じゃん。なんか台が欲しいな、なんか、あのね、これ借りよう。はい、どうも。はい、そういうことでおじさんです。食べます。いただきます。おお、うん、おいしい。すんごいおいしい。多分ここのライムみたいなのかけたらなおいしそうだからかけます。もちろんこれね。準備でしょ。これライム映ってる。ビリヤーニってあのサフランとか入れますよね、作るときね。明日 CT スキャンだけど、もりもり食べてます。うん、おいしい。あったかくておいしい。うん、この玉ねぎいただきます。うん、マジでうまいっす。うん、うん、うん。チキン出てきた。あ、骨付きだな。骨付きです。うん。食べるとき注意が必要です。うん。
骨から旨味が出てると思う。うん、このロッティ、ロッティもそのまま食べてみましょう。本当はなんかつけて食べたら美味しいと思うんですけど、うん、ちょっとこのビリヤーニをくるんで食べてみましょう。そういうアイディア。これをで、どうですか、こういうの、こういうアイディア。で、こうくるんで、
肉を骨から取りましょう。あ、これ取れてる。ちょっと小骨があります。小骨小骨これはダークミートですね、多分ね。それで、ちょっと食べやすくしました。先に取って、子供みたい。混ぜる。ちょっと湿気、鼻かみます。暑い日の熱いお茶、本当いいですね。うん。これね、甘ジャスミンミルクティープラスコンデンスミルクみたいな、そんな味。最高。ごちそうさまでした。はい、どうもおじさんです。なんかここに座るのあるかなと思って出てきたんですけど、なかった。立って休憩します。なんかね、見慣れない飲み物だったんで買ってきました。知ってますか？ガザップって書いてます。ベイジルシードドリンク、ガザップね。なんか色が青色だったんで飲んでみましょう。ガザップ
なんかね、種みたいに入ってます。コンテインズ 0% ジュース あ、タイね。タイ系の飲み物みたいです。ガザップ。あ、なんかちょっとトロトロしてて、なんていうんですかね、こんにゃく、こんにゃくをすりつぶして甘くして、なんかこの種入れた、青くして砂糖入れたみたいな。そういう飲み物みたいです。飲んでます。飲みすぎ。あとこれも買ってきました。これは今食べないです。もう食べれない。なんかココナットショートブレッドクッキーズって書いてあります。ローカルフードみたいな。あとこれがなんか、こっちはコーヒーなんですけど、これなんかこれが新鮮っぽかった。だからこういう感じですか。これが新鮮なジュースっぽく見えたんで買ってきました。ガズアップは悪くはない。うん、これはおじさんね、聞かなかったんですよ。何かだけどマンゴーかなと思って買ったんですよ。どうでしょうか、当たるかな。アジアってゲーム、マンゴー。多分マンゴーだと思う。でもすっごいトロトロしてる。で多分、でも糖分すごいと思う多分うん、これがおじさんの薬です。薬だと思って飲んでます。そのフリーウェイ見ながら。どうも。なかなかいい景色です。とにかくトラックが多いです44号線。
定できます、コーヒー以外。多分これこぼれたらね、厄介、ベトついてる、かなり。どうかな、今考えてんのは、今帰ってマットレス今日やるかどうか考えてるんですよ。今日やった方がいいかな、実はそう考えてます。多分今日かなと思って。明日だとあの CD トニックから多分なんか飲まされると思うんですよ。でなんか帰ってきて気分悪いみたいな。でそれでなんかマットレスこうやってやるよりも、今日今ご飯たくさん食べたでしょ、まあ、帰った頃にお腹落ち着くと思うんで、多分胃から腸へ流れてく。あとそうそう、シーツね、シーツも変えたいんですよ。でおじさんが買いたい、いつも使ってるシーツが昨日おとといとウォルマート行ったんですけど売り切れ。色が、色違いはあるんですけどね、おじさんはなんか深いネズミ色が好きなんですよ。あ、薄いネズミ色しかなかった。だから帰り道に一軒ウォルマートあんで、そこ見てみて、それ考えてます。腹いっぱい食べ過ぎた。帰ろう。すいません、皆さん、おじさんです。戻ってきました。なんかバッテリー切れマイクなんで、ここに喋ってます。あの音が悪いかもしれないです、すいません、離れるとね。ということで無事問題なく来ました。お出なし持ってきましょう、トラックまで。はい、下ろします。すいません、後ほどです。どうも、はい。